ペンギンプールロンドン動物園ペンギンプールは1930年代にロンドン動物園に設けられたペンギンの展示施設である。バーソルドルベトキンとオブアラップによって作られたものでプールの上で螺旋型の2本のスロープが交差する独特の構造を持ち当時の新素材であった鉄筋コンクリート建築の可能性を示すものと評価された。ロンドン動物園では 遅くとも1870年代にはペンギンの飼育を開始していた。当初はカモなどと同じ池のある展示場で飼育されたが、1882年にはフィッシュハウス内に大型ガラス水槽が新設され、ケープペンギンはそこでウと一緒に展示されていた。1905年に完成したアシカプールは海岸の岩場を再現したもので、アシカと共にケープペンギンが飼われていたが、 数羽のペンギンがアシカに食われたため、このプールでのペンギン展示は中止となった。ペンギンプールが建築されたのは1934年である。設計は、オブアラップ。建築は、同園のゴリラハウスを建築して、反響を呼んでいたテクトンの建築家、バーソル・ディリュベトキンの手による。その後、1987年の修復を経て2004年まで、ケープペンギンや、 フンボルトペンギンの展示に使われていた。20世紀教会は、ロンドン動物園に、プールの補修を申し出たが、そのはそれを断って、ペンギン展示を中止した。その理由として、コンクリートの上を歩くことで、ペンギンに、関節痛を生じさせていること、ペンギンが潜水するには浅すぎること、ケープペンギンが巣穴を掘って求愛する行動ができない、ことを挙げている。プールには代わりに、 様子コーアリゲーターが展示されたが、20世紀教会は、それによって、美的脂質が損なわれ、構造物を危険にさらす、可能性もあると批判した。2011年以降、ペンギンは新しくできた、生息地に近い環境を再現した施設で展示され、元のプールは、水だけが入った状態で残されている。ペンギンプールが円形のプールと、 その上に2本のスロープが螺旋を描きながら交差する構造で、その造形美は高く評価されている。また鉄筋コンクリートが開発されたばかりの時代に、あってねじれた薄いスロープによる構造を作り上げたことは、高い技術力を示すものであると同時に、鉄筋コンクリート建築の可能性を切り開くもので、建築士の教科書にも掲載された。ペンギンの生息地を研究し、 興味深い環境を作り上げたという評価もある。陸上部は白く塗られている。これは、コンクリートの灰色による重苦しさを隠す効果があると評される一方で、温帯性のペンギンを展示する施設であるにもかかわらず、ペンギンを雪と氷に結びつける一般的なイメージを踏襲するものだと指摘されている。イギリス指定建造物のグレードアイに登録されている。ありがとうございます。